どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルタレットです。今回はボムネサムランドスキルをワンランクアップしようとなります。アーモンランでスペシャルと並んで大事な攻撃手段のボムは皆さん活用していますか？ノラのバイターさんを見ていると結構ボムを使わないことって多いんですよね。インクの消費量と効果が見合わないっていうのがあるのかもしれないですね。ですが実はボムの活用によっては窮地を脱することもできますし、メインだけよりも効率よく動くことが可能になっています。そこで今回はボムの使い方でサムランのレベルを1ランクアップする方法を解説していきたいと思います。基本的な使い方っていうのも紹介したいと思いますが、武器に関わらず安定した動きができるきっかけになりますので、いくつ知っているか見ながら最後まで見てもらえたらと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず一つ目は蘇生を効率よく安全にできるという点です。ボムにおいて一番の活用法になるかと思います。まずスプラッシュボムの一番の魅力は爆風範囲が広いという点です。これを利用するとなんとなく投げただけで蘇生ができます。ちょっと危ないなとか危険な場所に味方がいる場合、投げておくと安全に蘇生ができます。また武器に関わらず射程が一定であるというのがとても魅力で、持ち武器に関係なく遠くの味方を助けられます。無理やりメインで対応する方もいますが、リスクが高いのでボムでじっくり救助をするようにしましょう。投げるタイミングに関してですが、名前のバッテンマークが消えてから約 2,3 秒後に投げると浮き輪のタイミングと重なります。これにより即蘇生も狙えますので、バッテンマークが見えたらボムを投げる準備をしていち早く蘇生をしてあげましょう。またちょっとした裏技ですが、ボムには生存時間の稼ぎができるようになってます。効果としては約2秒ほどですが、どうしてもデスしてしまうような環境で残り1秒ぐらいっていう時はなるべく高く投げて時間を稼ぐようにしましょう。この時全滅しててもボムが時間経過まで残っていればウェーブクリアになりますので、覚えていて損はないと思います。これに味方が触れれば蘇生もできますからね、覚えていて損はないと思います。2つ目は雑魚グループへのダメージ稼ぎとなります。ボムの活用としては蘇生以外にも雑魚処理として優秀です。そもそもサムランにおいてのダメージですが、スプラッシュボムは180ダメージとなってます。これは雑魚鮭のライフで言うと鮭を余裕で倒せるほどとなります。ボスコインに関しては半分近くのダメージですね。まあライフとしてはこんな感じです。まあこれだけライフがあるっていうことなんですが、まあこのため雑魚鮭の数が多い場合はメインを当てるよりもボムを活用した方がまとめて処理が可能となるんですよね。ドスコイが多い場合は複数のドスコイに半分ぐらいのダメージを与えれるので、かなり効率が良くなります。一時的にインクは消費しますが倒しやすくはなるんですよね。基本的にザコシャケたちは複数にまとまって壁となって迫ってきます。メインの性能によってはそもそも火力が追いつきませんので、火力の弱い武器の時は遠くから牽制として使うようにしましょう。またグリルの時など小ジャケ処理にも活用できます。ローラーなどがいたら気にはしませんが、短時間で小鮭を処理できるので納品も余裕持ってできるようになります。雑魚鮭に対してはボムはもったいないように感じてしまいますが、事前ダメージを蓄積させるというふうに考えるといいかと思います。3つ目は回収の効率アップです。ボムを使って回収の効率が上がるのかと思われるかもですが、実際上がります。というのも大物の処理はうまくできていくら揃うっていうことはできるんですが、運ぶ間に雑魚処理に追われて納品が遅れるっていうことはよくあります。でこの遅れが発生すると金いくら付近には玉拾い含め多くの雑魚鮭が集まってくるんですよね。でこれ厳密に集まるというよりかは、正しくは金いくらが鮭たちの移動ルートに乗るため自然と邪魔されるっていう感じになります。なので海岸の方に行けば行くほど取りにくくなるのはそのためですね。で、雑魚鮭の処理が遅れると、溜め拾いにいつの間にか運ばれてしまうということも起きてしまいます。
これを防ぎつつ、菌いくらを少しでも効率よく運ぶ方法としてボムを活用するわけです。まず手持ちのいくらを運びながら菌いくら付近でボムに置いておきます。そうすると玉拾いや底鮭に事前に攻撃をすることが可能となるわけです。うまく倒せれば足場も取れるため、戻ってきた時に足場を塗ることもなく速やかに運ぶことも可能となります。インクの回復次第っていうところではありますが、いくらキャノンで一つはカゴ近くに飛ばして二つ目を回収するっていうこともできます。これにより一人で三つの金いくらを回収することが可能になるわけです。このようにボムと時間を利用して先を見越した準備をすると効率を一気に伸ばせます。さらにダメージの低い武器でも倒せる方法なので、納品重視にする場合は重宝する方法となります。4つ目は一部大物にも有効という点です。これに関しては無理にする必要はないですが、知ってて損はないと思います。まず対象となるのはタワー、鉄板、モグラになります。で、他にもいろいろあるんですが、実用性がなかったりもするので今回は省いてます。それでは一つずつ解説していきます。まずタワーについてですが、射程が短かったり近づくのにリスクがあるときには有効です。タワーに対してですが、ボムは一応ダメージは通ります。うまくいけばだいたい3段分の破壊が可能となります。時間はかかりますが、味方が近くにいなかったり射程がなく仕方ないときに投げるようにしましょう。また残り1段だけ残ってるっていうタワー残りがあった場合、雑魚鮭が邪魔で倒せないっていうことも多々あります。こういった時にメインじゃなくてボムを投げるだけでも有効な対処方法となりますので、ボムで倒せるっていうのを覚えておくだけでもいいと思います。続いては鉄板です。鉄板については一人で処理を楽にする方法になります。まず鉄板を一人で処理する場合は、メインを正面に当てて止める必要があります。これだと時間もかかるし、何より消費が激しいです。ですが、ボムを活用すると簡単に止めることができます。方法は、ボムを置いてメインでお尻を向けるっていうものになります。これがうまくいけば、一気に止めることができます。使えるシーン自体は少ないかもですが、覚えていて損はないと思います。これをうまくやって複数体当てれるようになるとかなり活躍できますね。続いてはモグラです。これは豆知識的なものになります。モグラに関してはボムを空中で食べさせるっていうことは実は可能です。転がして食わせるっていうのがイメージとしてありますが、実は高さも判定あります。高さに関してはだいたいイカちゃんよりちょっと上ぐらいの高さまでとなります。まっすぐ投げれば食べてくれますね。これにより雑魚鮭がいっぱいいても空中でボムを入れることが可能です。転がすのが難しい時にぜひ使ってみてください。最後にですが、ボムの活用については使えるだけでかなり攻撃と牽制の幅が広がるいい手段となります。ですが注意が必要です。それはカゴ周りが危険な時に多用するのは危険ということです。これはインク枯渇によりテスするリスクが上がるためです。基本的にはボムの攻撃というのは近づいてくる鮭に対して牽制するための攻撃手段となります。そのためボムを軸として敵を倒すように立ち回っているとすぐにインク枯渇が起きます。カゴ周辺や敵が近くに多すぎる際は効果を発揮しにくいんですよね。そのため倒すというよりも牽制や時間稼ぎなどといった方法で活用するのが重要となりますので、しっかりと用途を覚えるようにしましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。ボムでサムランのスキルをワンラックアップしようはいかがでしたでしょうか。サムランにおいてはボムの使い方一つで弱い武器でも安定感が変わってきます。火力が低くても射程が短くてもボムの使い方によってはカバーが十分にできるっていうわけです。最初はインク枯渇が起きてなかなか慣れないかもですが、距離を意識した上でしっかりと使う癖をつけておきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。